こんにちは、フィーフィーですえ、これだけ堂々とバレる嘘をつく韓国の政府はすごいですよね呆れてしまいますえ、先週、韓国関連で気になるニュースがあったんです モデルナの韓国へのワクチン供給が遅れているから、韓国政府の代表団がアメリカまで行ってモデルナ社に謝罪をさせたというもの。まず、謝罪をさせるためにアメリカのモデルナ社まで行ったという、この発想と無駄な行動力に驚きなんですが、この韓国メディアによる このの記事の信憑性を疑ってしまいまいすよねえねモデルナ社が謝罪したことにしておきたいのでしょうけど、まあ、本当に謝罪したなんてことがありえないと思うんですえ。ではまずそのニュース記事の内容から見ていきましょう。 記事によるとまず韓国政府の4人の代表団が8月13日にアメリカのモデルナ社の本社に行って韓国へのワクチンの供給が遅れているじゃないかと抗議をして今後のワクチン供給の対策を話し合ったというんですねでこの代表団は現地アメリカで記者にこう話したんです 韓国政府はモデルナのワクチン供給が遅れていることに対し遺憾を表明しこれに対してモデルナ社が謝罪をする意思を表明したとそして韓国側はより多くの量のワクチンが早急に供給されるようモデルナ社に要請をしてこれにモデルナ社も最善の努力を尽くすとしたと。 こ、韓国政府の代表団が記者に話したと言うんです。まだからこれが記事になったわけですね。ただ、とてもじゃないですが、モデルナ社が韓国側に謝罪をしたなんて思えません。えなぜかというと、モデルナ社は何も悪くないから。では、なぜこのように韓国政府の代表団は言ったのか。えそれは、 コロナのワクチンをめぐって韓国政府の対応について韓国国民から今不満の声が上がっているからなんですね。韓国政府はモデルナのワクチンの確保ができずにこれまで4週間だった2回目の接種の間隔を6週間にすると発表していたんですね。 しかしこれに対して韓国国民から韓国政府の場当たり的なワクチン政策だと批判が上がって韓国の大統領府のホームページにも接種間隔を4週間に戻すよう国民の請願も上がったんです。 まあこうして韓国政府に向けられた批判の矛先を政府が反らすために悪いのは我々ではない。モデルナ社のせいでワクチン供給が遅れているんだと。こういうことにしたかったんでしょう。だからわざわざアメリカのモデルナの本社まで行ってモデルナ社を謝罪させたと。こういった話が出てきたわけです。ただ悪いのはモデルナ社なわけがないですよね。まずなぜ 韓国のワクチンが足りなくなったのか、それは韓国政府が無計画なワクチン接種を進めていたから、もうここでも日本に負けてたまるかという根性が出てしまったんですよね。ワクチンって一度接種した後に期間を空けて2回目を接種しますよね。だから1人当たり2回接種分のワクチンを用意しておかなければいけないんです。 一回接種しただけでは効果は十分に出ませんから、こうした接種計画が重要なんですね。しかし韓国政府は、とにかく日本には負けたくない。あと世界に軽貿易をアピールしたいということで、一回目の接種を無計画にどんどん進めてしまって、で、一回目の接種率だけを上げようとしたわけです。 ほら、韓国はもうこれだけの国民が接種を済ませているよと、こうアピールしていたんですが、まあ実は2回目のワクチンがもう残ってはいなかったんですよね。まあ見えっぱりが生んだ悲劇ですよね。ただ韓国がワクチン不足に陥ったのにはもう一つ大きな理由があるんですよね。それはワクチンを買うお金がないから。 え、モデルナ社だってちゃんとお金を支払った国に優先的にワクチンを供給しますよね。そんなのは当然ですから、まあ、韓国が後回しにされてしまうのは仕方ないんです。え、むしろ韓国側が頭を下げてお願いしなきゃいけない立場なのに抗議して謝罪をさせるなんてありえないんです。え、お金を支払う気のない国だってことはみんな知っていますから。 だからワクチン供給が後回しにされただけなんですね。で、韓国政府はモデルナ社は謝罪をして今後のワクチン供給について話し合ったと、まあ当初の記事にはあったんですが、これも嘘で、まあモデルナ社との具体的なワクチン供給の約束は実際何一つされなかったということ。 まあそれが韓国メディアによる続報でバレてしまったわけです。これには韓国国民も激怒。もう何をしに行ったのか、税金の無駄遣いだとか、まあ、こんなの全部嘘だったって分かってたからといった批判の声が上がったんです。まあ、中にはこんな厳しい意見まで。 アメリカにワクチンの物恋をしに行ってきたんだよね。えそれを謝罪させたとか、ムン大統領がどうせ自我自賛するんだろうねと。 韓国は今コロナの感染者が増え続けていて、それでもワクチン供給に問題が繰り返し発生している状況なんです。経済も悪化しているから、早く国民にワクチンを接種させて、経済を立て直したい。しかしドルがないから、ワクチンがまともに買えない。 今回、韓国政府がアメリカのモデルナ社まで行って何か問題を解決したかのように見せかけたのも,もう何の約束もモデルナ社と取り付けられないことが報道によってこうしてばれてしまったわけですね。そしてモデルナ社は何の落ち度もないので何なら韓国側との契約書を確認したらいいとしているんですけれども 韓国政府はこれまでこれを秘密保持契約のため明らかにできないということを韓国国民に繰り返していたわけですえ。つまり自分たちの無計画なワクチン政策によってワクチン不足に陥ったという失敗をどうしても認めたくはなかったわけです。 ただアメリカ政府のホームページには契約書がちゃんと公開されていてこれを見ると韓国側がモデルナ社とずさんな契約をしていたということがわかるわけです。 米韓首脳会談でムン大統領が何か一つでも成果を出そうとあの時モデルナ社のトップと直接会って支払うドルがないわけですから、まあ、モデルナ社の条件でもいいから慌てて契約を結んだんですよねえつまり今度いつ供給できるかわからないよというこういった契約だったわけですでこんな適当に契約をしたもんだからワクチン供給が後回しにされるのは 当然なんですよね。ただこれが国民にバレないように、韓国政府は秘密保持契約だから、モデルナ社との契約内容は明かせないよと言い訳して、そして国民に嘘をついてきたわけです。本当にこれが一国の政府のすることかと呆れてしまいますよね。韓国政府の嘘つき体質は今に始まったことではなく、 本当に断るごとに、その場しのぎで嘘をついてきたんですよね。ただ、韓国は本当にドル不足ですから、今後もまともにワクチン供給ができるめど当たってはいませんえ。ちなみに4月から6月の韓国の対外債務、つまり外国にしている借金も66兆円を超えたとの報道がありました。 借金が増え続けていてドルが不足している中でワクチンを買えるわけがないんですよねしかし反日をエスカレートさせてしまった韓国は日本にも頼れないワクチン接種が進まなければロックダウンをするしかない韓国経済は今後ますます悪くなっていくでしょうさてここまでお話ししてきましたが 皆さんはどう感じになりましたか。コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。